さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、車中泊生活約3ヶ月経った、うん、私たちが、はい、実際に体験した恐怖体験をお届けしたいと思います。では早速ね、はい、まず一つ目のお話をしていこうかと思うんですけど、その言い方なんだね。開いてる虫事件ですよ。虫事件ですね。ただの虫事件ではなくてですね、うん、ある夜結構田舎のエリアに泊まってたんだよね、うんうん、で、まあ、周り中虫結構いるなと思ってたんですけど、うん、うちの車換気扇があって、うん、このマックスファンさんでガーッと換気をしてたんですよね、暑いから、うん、でちょっと何かあって換気を止めようってなって、うん、その換気扇のスイッチを切ったら、なんと虫が大量に降ってきたんです。すごい光景だったよね。わかりますかね。ここに換気扇のスイッチがあって、これをピッて切った途端ですよ、こう蓋が閉まるんですけど、この直後、うん、急に虫がブワーって降ってきたんだよね。恐怖体験といっても、うん、実は僕は別に怖くなかったんですけど、虫平気なんで。怖くなかったの？怖くなかったよ。へえ。水木がすごい怖がっちゃって、やっぱり。いや怖いですよ。もう怖いし気持ち悪いと思っちゃうもんね。ちっちゃい虫が本当に雨みたいにおびただしい数ふわーって落ちてきたんです。机の上虫だらけだったよね。机の上だけじゃなくて、もうソファーの上とか、なんなら自分たちの上にも落ちてきてるんじゃないかなって思うぐらい。こうやってやってたね。もうずっとわーってもう半分パニックになるぐらいだったんですよ。なんか外に虫がいるのはまだいいんですよね、虫たちの領域だから。でもやっぱり車内にそれだけのおびただしい数の虫が急に落ちてくるっていうのが衝撃で、ちょっと見たことない光景だったんですよ。まあ、あれ原因はちょっとはっきりとは分かんないんだけど、やっぱり夜車中泊してると車内が明るいから、ちょっとしたこのドアの開け閉めでもすごい虫が入ってきたりすることあるんだよね。そうだね。あと窓開けるときとかも気をつけてないとね、うん、窓を開けるときは必然的にこうなるんですよ。うんうんうん。網戸閉めたままで開けれないからね、当然。 でその時でもバーって入ってくるよね。多分今原因を考えると、まあやっぱり開け閉めしたどこかのタイミングで入ってきて、でこのファンが私たち一応外に向かってこう空気が吸い出されるような回転をしてるんでね、いつも、うん、だからすごいちっちゃい虫だから多分吸われたんじゃないかなと思うんだよね。おそらくはね、空気の流れで吸われて、吸われてもうこんなので張り付いちゃっててやめてーなってところを換気扇止めたから、はあ、力尽きて、いや、いっぱい落ちてきたんだと思うんですけど、多分ね、うん、まあでも本当にあちこち虫だらけになっちゃって、その夜は、いや怖かった。こう夜中に掃除機をね、うん、かけたよね、うんうん、もう悲しくなっちゃったから、もう心配で。結構テンション落ちてたんですけど。で、落ちたっていうか、ちょっと途中パニックだったよね。うわーみたいになっちゃって。でもそれを、さすがの浩平くん、たくましいから、もう掃除するよって言ってくれて。まあ別に虫平気だし、僕は何とも思わなかったんですけど、正直あんまり。いや、あの光景見て何とも思わないのがすごい。対策としては、やっぱり虫が入らないようにすることで。そうだね。僕ら、こんなアースノーマットのプシュってするだけのやつをね。そうするとファーって車内に広がって、うん、マジこれすごい効くよね。すごい効く。何時間か効くんですけど、まあいわば殺虫剤でシュッてした瞬間に、もしその辺に虫がいたらすぐに弱って落ちてくるんだよね。でその後入ってきた虫も落ちてくんだよね。落ちてく。これ結構おすすめです。あとはやっぱ、うん、ドアなり窓なり開けるとき電気を消す。そう、結構めんどくさいんだけど、うんうんうん、これを一手間やることで全然虫入ってこなくなるからね。全然違う。やっぱりね、明るいところに虫は寄ってくるからね。うん、まあ1個目はそんな虫エピソードでした。そして2つ目はですね、はい、車内侵入ミステリー事件。これは水木さんが経験したんですけど、はい、でもあるところでね、駐車場に車を止めていて、うん、このお部屋側の車のドアを開けたまま、ちょっと外に立って中の水を飲んでたんだよね、うん、冷蔵庫の水を。そしたら急に気がついたら、この辺に知らないおじいさんがいて、ちょっと中見せてもらうよって言って、ちょっと入ろうとしたのかな、ちょっとグイッと私の体を押しのけてきたんですね。私たちはここにお家として住んでいるので、誰でも彼でもこう中に招きするっていうのはちょっと控えていて、まあもちろんだって皆さんもきっと自分の家にいきなり誰かが中見せてもらうよって言ったらいやいやいやってなりますよね。でそういったやり取りもなく、見せてもらうよってグイッとこう押しのけて見られてしまって、でちょっと慌ててごめんなさい、ちょっとお家なので控えていただけますかって言ったら、私の声が聞こえてないのかな、なんかへーっ
って言いながらどんどん中に来るんですよ。で怖いと思って一応やめてくださいって、ちょっとすいませんやめてくださいって言ったんですけど、あーすごいねって言いながら関係ない感じでグイグイ来て言ってることを聞いてもらえないと思って怖かったんですよね。で僕はこの車のこっち側にいて、うん、運転席の反対側にの外にいたんですね。みずきとおじいさんは見えてたけど、おじいさんがニコニコしてるからみずきの顔は見えてなくてみずき中見せてあげるの優しいなと思って、綺麗だったかな車内とか言って思ってた。なんかどうもみずきの声が聞こえてきたかなと思ってこう見に行ったら、おじいさんがなんかこうグイグイ言っててみずきがやめてくださいって言ってた。あちょっとすいませんすいませんって言って行ったらそれで聞こえたらしくて下がってくれたんですけど、ちょっとこれに関してはね疑惑が2つあって、はい、1つは、まあ、女性よりも男性が行った方がダメなんだってその空気が伝わったのか、2つ目はかなり耳が遠い方だったのかもしれない。いや俺気づいたんだけど耳毛めっちゃ生えてたんだそういうこともあるよね年を重ねると。いや今思えばね結構異様だったんですよ。こんなに言ってることに一切のリアクションを示してもらえないことが今まで経験上なくて、しかも結構後半は切羽詰まった感じを一生懸命出してたんですよね。困りますやめてくださいっていう感じを出してたのにちょっと危機感があったから、それでもなんか楽しげに見られてたから、もしかしたら全く私の声が聞こえてなかった、もしくは何言ってるかわからなかったっていう可能性もあるもし私の声が届いてなかったんだとしたら、おじいさん的には悪気はもちろんなかっただろうし、まあでもみずきとしてはだいぶ怖かったみたいで多分一番の恐怖体験だったようですキャンピングカーって中見たい人多いんですよ、うんうん、だから開けてるとこうやって覗いてくる年配の方は割と多いやはりちょっとできれば見てもいいとか、いいタイミングだからいいって言うしちょっと私たちのこのイエスを待ってから見ていただけるとありがたいなと思います。ここがなかなか理解されづらいんですけど、まあ家なんですよ僕らにとっては本当に。他に家を持ってないし、ここに全てプライベートなもの詰まってるわけだから、うん、完全に家として生活してるんで、その中を勝手に覗くっていうのはちょっとね、うん、マナー違反じゃないかなと、まあ、人の車もそうそう覗かないとは思うんだけど、ね、まあでもそういう気持ちでいていただけたらなと思います、はい、キャンピングカーに対して、ね、だいたいその中で生活してるんで皆さん、長かれ短かれそうだね、うん、キャンピングカーの中を覗くならまず一言かけてから、うん、ですね。はい、お願いします。では3つ目です。いる？まあこれはね、はい、正直車中泊してたらもう絶対遭遇すると思います、うんうんうん、これもどこかっていう場所は言わないんですけど、うん、ある県のある道の駅でちょっと髪を取らせていただいてたら、うん、そこでまあ案の定轟音が聞こえてきまして、うん、でもすぐそれは止まったんですよ、うん、であ止まったよかった、まあ、常識的な子たちかなと思って、うん、2人ぐらいだったし、うん、そしたら次は大きい車の音がしてきて、まあ、改造車っぽい、うんうん、でまた止まったんですよ。で、まあ、そこで宴会が始まってしまいまして飲んだりとかしてたわけじゃないんですけど、うんうん、お話ししたね、まあ、要は溜まってたっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、やっぱりねこの車でその場で無防備な状態寝てる側としては結構怖いよね、うんうんうん、そうだね、うん、お家の中から聞くよりはやっぱり無防備だなっていう意識もあるので、うん、ちょっとしたことが気になるっていうことは多いよね。どういう人か相手が分かんないし、うん、そのまあまあ派手な車派手なバイクに乗って、まあ、派手な見た目だし、うん、そうなると何かいたずらとかしてくるかもしれない、うん、そういう話もね、うん、ちらほらキャンピングカーの動画とかで見かけたから、うん、ちょっとやっぱ怖いなと思って、まあ、その時は最初僕らの車より遠いところにいたんでまあいいかと思って寝ようと思ったんですけど、うん、その後なぜかその集団が僕らの車のすぐ横に移動してきたんですよ。あ、そうだったね。多分集合してきた場所がたまたまそこだったっていうだけなんですけど、うんうん、ですごい大きな声でお話してて車内から聞くとその話し声もやっぱりなかなかね、うん、怖く感じるんですよ。こんな見た目ですけど何かしてくるんじゃないかと、で警察呼ぼうかなとも思ったけど、うん、警察呼ぶほど何かしてるわけでもないんですよね、うん、まあ、楽しく彼ら的には過ごしてるだけっていうところであるんだろうね、うん、他に溜まり場がなくてそこに溜まってたという、うんうん、それがいい悪いはまあいろいろあると思うんですけど、うん、警察を呼んで警察にわざわざ来てもらうほど何か迷惑をかけてるわけでもないかと、うん、まあ、そもそも道の駅って別に寝る場所ではないしね。そうだね、うん、こっち側も紙を取らせてもらってる、あっちはちょっと集まってるお話してると、うん、どっちの道の駅の使い方が正しいって話でもないと思うんで、うんうん、
警察を呼ぶことでもないかと思って、うん、まあ、その場ちょっと場所を移動したんですよ、うん、ちょっと道の駅の端っこの方に移動したで、まあ声は聞こえるけど寝れなくはないかぐらいのところまで移動したら、別にその子たちも車が目的じゃないから、うん、 そうだね、そこの場でずっと騒いでて、その日はちょっと寝づらかったなぐらいの夜として終わりました。うん、まあ、もちろんこれが本当に暴走族でこう道の駅内で暴走し始めたとか、すごい危ないことをし始めたとかってなったら警察を迷いなく呼んだと思うんですけど、そうだね、まあ、これは車中泊してると絶対あるかなって思うよね。うん、この1回だけではなくて、うん、他の場所でもちょっとパラリラパラリラじゃないですけど、そういったあのラッパの音を聞いたりだとかっていうこともあったので、もうあったし、このバイクの集団、これは多分ツーリングが好きなおじさんたちなんです。バイク好きが集まってすごい夜中バイク談義をしてるとかいう道の駅もありました。あったね。もう結構壮観って感じだったけど、バイクのこのね並んでるのは、だからまあまあ、例えば道の駅だったりどっかの駐車場だったりで車中泊してたら、うん、これは絶対あるよね。その時はね、トイレの入り口ら辺でみんな座ってお話してたんだよね。でやっぱり彼らが悪い人だったかどうか私たちは分からないですよ。穏やかな方たちでバイクが好きなだけだったということも十分にあるんですけど、私たち側は分からないので、やっぱりその細い間を通っていくっていうのが体勢のない方にとってはちょっと怖いなとか、トイレ行きづらいなって思う方もいると思うので、そういう意味ではちょっと怖いなって思うこともあったかな。対策としては事前にね、うん、調べておくっていう対策はできるかなと思います。うんうん、結構 Google の口コミとか見てるとさ、そうそうそう、その僕らが行った道の駅はね、うんうん、書いてあったんだよね、口コミに、バイクの集団がうるさいみたいな。うんうんうん、だからそこはまあバイクのメッカ的な場所だったんですよね、そのエリア、うん、ツーリングのメッカとかもあるもんね。そうそうそう、で昔からそういう風に使ってる人たちはあの自分たちの居場所として使ってるわけだしね。うん、でまた若い子たちの集団が集まってきた道の駅では、うん、まあ書いてあったんですよね、うん、夜間の騒音暴走周回行為はおやめくださいって張り紙が結構あちこちにしてあってあんまり気に留めてはなかったんですけど、うん、そういえばこれのことを言ってたんだなって、だから気づくことはできたかなと。うん、まあ、実際長旅になるとそうは言ってられないのは事実ですけどね。まあでも旅をしてるのも、ね、こちらの都合でもあるわけだから、うん、まあ選べるところは選んで事前に準備をするのも大事かなと思います。ちなみに浩平くんはその日、うん、イヤホンして寝てたもんね。あ、そうそうそう、なんか結構車中泊してるとね、騒音問題ってすごいあるんですよ。でマシュちゃんはね、締め切っちゃえば割と音しないんだよね。そうだね。だけどまあ暑くて窓開けてたりすると、うん、まあもうこれは絶対どこでもいるんですけど、まあアイドリングして寝てる方、あ、うんうんうん、どの道の駅でも 100% います。でアイドリングはねダメって書いてあるし、これははっきりと言っておきたいんですけど、すごい迷惑です。お、車中泊してる人たちにとってはね、うん、もう多分車内にいると気づかないんだと思うんですけど、うるさいんですよ、シンプルに。外がすごく静かだからね。そうそうそう、うん、ものすごいその道の駅中に響き渡ってるから、そのアイドリング音は、うんうん、もしやられてる方いたらやめた方がいいと思います。ダメって書いてあるからね、はっきりと。では4つ目、この音自然の音です。これはね一番僕は怖かったですよ。うん、ああ本当にこれが一番現在も現在進行形ではですけど今日風強いね。風強いよね、本当に。結構最近なんですけど、うん、ある、まあ、駐車場で車中泊していましたら、うん、すごい雨と風で、うん、特に風が強くって、まあ暴風警報は出なかったんですけど、うん、大雨洪水警報出ちゃって。そうだね、あの家族からも心配で LINE が来るぐらい大雨の地域だったんだよね。ね、うん、でまあマシューちゃん揺れるんですわ。揺れるんですよアトラクションかなってぐらい揺れるんですよ。これはね、軽キャブコンの弱点だと思います。一番結構軽キャブコンっておすすめだと思うんですよ。うん、いいところいっぱいありますからね。いいところだらけなんですけど、うん、唯一と言っていいほどの弱点はこれだと思うんですね。うん、確かに、やっぱ車体自体は軽いんだけど高さがある分揺れるんですよね、うん、風の影響を受けて。 で走行中はね正直そんな気にならないですよ。確かに気をつけて運転すればいいだけの話だし、うんうん、結構もうめちゃめちゃ風強い人かも運転してるけど、気をつけてれば別に。私たち下道しか通らないっていうのもあるよ ね。高速とかよっぽどスピード出してなければそんなにハンドル取られてグワンなんてことはまずないんで、うん、ここは大丈夫なんですけど、寝るときですよ。寝るときね、寝るときは止まってるから気をつけようもないし、うん、まあうわーうわーって。結構だったよねあの日は。まあさすがに本当に横転するっていうガタンガタンとかではないにしろ、でもこのままさらに強くなったら倒れるんじゃないかなって心配になるぐらいではあるよね。そうそう、だからその日はちょっと
ウィンディーっていうアプリがあるんですけど、風をチェックできる、うん、そのアプリで見て、これ以上風が強くならなさそうだって判断したんで、うん、まあいいかと思って寝たんですけど、うん、まあまあ一番怖かったのはやっぱその自然ですよ。そうだね。まして私たちこれから台風控えてるんで。そう、台風あったらどうしようか、どうしようか、ちょっとね、風向きを気にして、まず車体の向きをできるなら変える。うんうんうん。マシュちゃん横からの風には弱いんですけど、縦だったら別に大丈夫なんだね。そうだね。まあそれが難しいんであれば壁際、うん、建物の壁だったりのところに行くとやっぱだいぶ違うよね、軽減できる。実は昨日の夜もすごい風強かったんですけど、うんうん、風強いなと思って結構駐車場の端っこが高い壁があったんですよね、うん、だからそっちに寄せて寝ようかと思って寄せて寝てたら、昨日は全然気にならなかったよね。そうだね、それまではすごかったけどね。まあ、今後台風を迎えるにあたってやっぱり天候の情報をしっかりチェックすることと、チェックしてね、あと風が強そうな時は風を避けられるエリアに行くことですね。やっぱ山があるとか、うん、風の来る方向に山があると風は避けられます。浩平くんは風を読みますから初めて浩平くんの口から風が変わったって聞いた時、あ、この人まだ中二病なんだと思ったんですけどサーファーみんな言いますから言っとくけど、まあいろんな状況の中で車中泊されてる方がいると思うんですよ。それぞれに合った準備とか心構えとかするのがいいかなと思います。あとは、ね、この先まだまだあると思うんですよ。お、さっきもちょっと言った台風とか、あと猛暑も控えてるし、もしかしたら雪国に突入するかもしれない、冬にね、うん、とにかく猛暑に関してはね、うん、これがありますから。そう、クーラーあるんですよね。これがね、すごい涼しいんですよ。すごい涼しいんですよ。近くにいる人は寒いって思うぐらい涼しいんだよね。まあこれに関してはまたね、近いうち動画出していこうか、うん、そうだね。やっぱ電気めっちゃ食うからどのぐらい使えるのかっていうのを実際検証してね、うん、動画にしていこうかなと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ、バイバーイ